こんにちは、森です。カメラマン山ちゃんです。今回は、前回の動画に続きまして、品川駅前にあります西武ファストスポーツフィールド品川ゴルフさんでレッスン動画をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。何をやってもらおうかなっていうと、はい、切り返しです。切り返し、はい、僕なんか今年すごい上手くなってるんですよ。森ちゃんのレッスン動画のおかげで。急に自慢入ってる。一番良かったのがテイクバックを小さくてフォロースローを大きくみたいなレッスンあったじゃないですか。あれがもともと結構等間隔に近くて、むしろフォローの方が小さいんじゃないかみたいなのがあって、それを直したらすごいブンブン振れるようになって、ブンブン曲がるんですけど、でもすごいそれが楽しくなって、でやっぱ飛んで、であとアプローチとかもやばいんですよ本当に。ちょっと話長くなっちゃうんですけど、あれこれいつものショットだとちょっとオーバーしちゃうかなと思ったら、あ短く持てばいいんじゃないってやったら、もう本当にもうオッケーパッドみたいな。ちょっと持ってたけどだよね。そう、すごい手数が増えて、これはやばいと思って振り幅とかは分かってきたんだけど、トップから切り返す時って結構全然分かんなくて、ただもうなんとなくこう上げたから下ろすみたいなことやってて、何かこうこれはやっちゃいけませんとか、こうするのが普通ですみたいなのを教えてもらえたらなと思って。切り返しね。要はこうリリースが速くなっちゃうとか。いや、そういうの全然わかんない。ただ振ってるから。あ、そう、自分が速くなってるのかどうかすらもわからない、なるほど。だから一般的なことを教えてもらえればすごいいいのかなって。了解しました。じゃあ切り返しのタイミングで意識するとこっていう感じでやりましょうか。じゃあそれを、はい、はい、しょうがないからお願いします。ありがとうございます。まあ切り返しは意外とみんな切り返す時ってこう手に意識いっちゃうじゃないですか。こうこう下ろしてくるとか、まあ、こうなっちゃいけないのはなんとなく分かるんですけど、ね、こうためをこう作ったままとか、まあ、グリップエンドをボーリングつけるようにとかじゃなくて、体重移動だけ意識してもらいたいです。まあ、よくは腰を回すとか、腰の指導から入るんで切り返しって基本的に。なので手元に意識がいっちゃうと、腰からじゃなくて手から指導する形になっちゃうんで、足の動きから入りたいっていうところで体重移動。ただその腰を先に回していくって言っても、なんだろうな、回してってこっから腰回そうとするとこうなるじゃないですか、こうやって。まあ、本来だと一番いいのはこういう状態、先に回っていくって感じ。それが上げてから腰回そうとすると右に体重が残っちゃうので、切り返す時に意識してもらいたいのは、腰の向きがこの状態、このままで体重を一瞬フッと左に乗っけたり、もうこれだけ。あ、回す時にもう左に乗せるんだ。あ、そうです、そうです、そうです、なるほど。でしかも腰の向きはこの状態のまま、回していってこういう向き、それを体重乗っけるって言ってもこうなるのはダメですよ。あ、それは僕。そう、結構あるじゃないですか。こうなっちゃうんだよね。回すっていうよりもこうなっちゃう。あ、そうです、そうです、そうです。足の外側にこう乗っちゃうと、それって体のこの回転も一緒にこう入っちゃうんで、体が開いちゃうとかって表現するんですけど、そう、開いちゃうとさっきの腰から指導っていうところもずれてきちゃうじゃないですか。だから腰から指導してるけど手元が動いてない状態が一瞬の切り返しの一番正しいタイミングなので、腰の向き変えないで左に体重乗せて、もうこれだけ。もうここまで動いたらあと勝手にクラブ動いてくれるんで、あとはもう惰性、惰性というかその流れに任せて振っていくっていう感じ。そっからはあんまり細かく考えない。で考えてもできないんで。確かにそうだね、左に体重動くだけでちょっと動くもんね。そうです、ちょっと手元動く、手元スッと落ちる。そう、真下にしかも降りて、 それがきっかけなの。あ、そうです、そうです、そうです。なるほど。それだけ。そっから腰回すとかって意識もいらない、もうこれだけです。それ、その乗せていけば、あとまあ自分はボール打ちたいから自然と体回って手元も降りてきて自然とスイングの形になってくるんで、そっからは乗せた後にじゃあ腰回すのとか、手元は真下に下ろしてくるのとか、ためを作るとかね、ここはこうほどけないようにするとかって意識は何もいらない。
もしかしたら見てる人の中でそうだよね、そう気にしてる方結構いると思うんで、そう昔やってた、なんか部分的にここはこうでここは脇を締めてとやってたら、あの、まあなんか無理だよねあ、そうよくやりますよね、こう右肘をこう部分的に脇腹にくっつけてとか、 それやったら自分でそう見えてないと思うけど自分で腹パンする形になっちゃ う、 そ う、 そ う、 そう、でもそれは本来は、ね、腰から回ってくるから当たるわけがないんですけど、まあ、イメージの仕方として1個はいいかもしれないけど、合わない人は合わないかもしれない、まあ、結果的にそうなってるとかそういう感じ、 あ、 そうです、まあ、あと徐々にそう近づいてくるとかなのかな、そうですそうですそうです、腰から動いてくれば自然とここがくっつくよっていうだけなんで、それはこっち動いてないものをくっつけてもさっきみたいに自分でボーンって腹パンするだけになっちゃうから、そうそうそう、その一瞬だけ入れてもらいたいかなっていう感じで、練習としては一個一個あの止めちゃって大丈夫です、構えて上げて左に乗っけてから打つっていう、そこまで止めていいんだ、あ、そうですそうですそうです、止めてっていうか確認しながらで、あ、そうです、上げて乗っけて打つっていう練習、構えて上げて乗っけて打つっていう、で徐々にこう体に馴染ませていく、あ、そうです、そうです、そうするとだんだんそのか構えて上げてのけつつって言ってこう流れで打てるようになってくるんで、うん、で一個一個最初は刻んでとか動作を止めてやっていくっていう感じですね、そう自然と流れで打てるようになってくるんで、構えて上げてのっけてっていう練習できるようになってきたらもう流れで打っていく感じですね、当たっちゃった、はい、そんな感じ、そこ1個だけ意識してもらえればいいかなっていう感じですね分かりやすかったです、なんか もっといろいろなんか考えなきゃいけないのかなと思ったけど、ちょっと信じて信じてだから聞いてる人の中でもじゃあここは意識した方がいいかどうかとかってあればなんかコメント欄書いてほしいです、なんかでも他の人がその基本的に私たちそんな一瞬のことってあんまり考えないんですよ、うんうん、だからアマチュアの皆さんがなんかどこまで考えるか、何なら考えてる人の方が多いと思うんで、ここまで、ね、細かいところそうだよね、さっきもねなんかこっからここはどうなのってこう打ち合わせした時にそこにレッスンはないですって言ったもんねそこは何も考えずに振ってくださいそうですそうです、うん、結構頭で考えすぎちゃってそうね、まあ大人なんでちょっとそういうところはあるか、そう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 、だってどうしてもあるじゃん、なんかテイクバックコックリリースとかあるから、じゃあリリースどうやってやるのとかってなっちゃうじゃんって思ってそう、ぜひなんか他にねいろいろ悩んでる方がいればコメント欄で質問してくれたらなって思います、でなんかちょっと分かんないんですけど、はい、僕出てないじゃないですか、生徒役でここに、あ、はい、普通そこでやって、はい、本当治ったとかって、うん、誰だ本当レッスンじゃないですか、はい、でも聞いてるだけで練習場でやってみようとかコースで、あ、なんかそんなこと、うん、そういう風に打てって言ってたなとかってだけで良くなったの、うん、そう良かったですね、そうだからいいですねそうめちゃめちゃ森ちゃんの仕事なくしちゃうかもしれないけどいや レッスン動画見てたらすごいなんか上手くなっちゃってすごい嬉しそうなんだけどあとみゆちゃんも結構参考になって、そのグリップ短くするとかも、うん、安定して100切りしたい人は、うん、多分森ちゃんの今までの動画のシリーズは、うん、本当に見るだけでスコアが良くなると思う、ありがとうございます、であとやっぱ上級者の方も対応もちろん対応できるんで、まあね、上級者の方のお悩みとか、うん、そういうのもなんかコメント入れてもらえたら嬉しいなって思います、ぜひぜひお願いしますって感じで、はい、今回は切り返しのレッスン動画でした、ありがとうございます、ありがとうございました。